はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビシです。では今回はご覧の大戦略パーフェクト 4.0、 こちらをプレイしていきたいと思います。まあね、クソゲーといえば大戦略、大戦略といえばクソゲー、まあ、ちょっとこういう言い方するとシステムソフトアルバーさんがもし万が一見てたら怒れちゃうかもしれないですけど、まああんまりいいイメージのない大戦略で、僕もね、大戦略は何度かこのチャンネルでもプレイしてるんですけど、まあ第1話第2話でもね、挫折をしてしまうほど複雑回帰、難解なゲームシステムと操作性の悪さに苦しめられているんですけども、実は現代兵器を使ったシミュレーションゲームでね、ちょっとやりたいものがあるんですけど、オールイングリッシュになってまして、ちょっといきなりね、現代兵器の知識ない中、オールイングリッシュでやると実況に耐えられないんじゃないかなと思って、現代兵器の勉強をしようと思ってちょっとゲームを探したんですけども、日本語の現代兵器扱ってるゲームってあんまりなくてですね、たどり着いたのがこちらの大戦略になります。なのでちょっと今回はね、大戦略頑張ってプレイしていきたいと思います。じゃあ早速ニューマップから、割とね、ちょろっと 2,3 時間プレイしただけなので、相変わらず操作性が悪いなというのがあって難しいので、今回はこのマップ名北へというね、マップサイズ 64×64 のちょっと小さめのマップを使って練習をしながら、こんな感じで今後大戦略プレイしていきますっていうのをね、見ていきたいと思います。で、今回この北へというマップは難易度が星1、まあ簡単ですよという内容で、参戦する陣営が上からブルー、レッド、グリーンの3つの陣営になっています。さらにタイプというところが軍のタイプですね。で、今回僕がプレイするのがブルーユーザーになっていると思うんですけど、ここですね、参戦ユーザーで、タイプが日本になっていると思うんですけど、ここをやっていきます。で、よく見るとタイプ日本の北部方面隊と A 軍、タイプロシアが同盟関係にあるので、ブルーとグリーンでレッドを倒すという条件になっています。では早速始めていきます。複雑回帰。A 軍ここですね。同盟国、同盟軍なので、いきなり見えてます。一方、レッドは敵なので、あんまり見えてませんという状態です。じゃあ、早速、やっていきましょう。まずは、ここで、部隊を動かしていくんですけど、部隊ないので、一旦フェーズを終了して、生産フェーズに移ります。で、まずマップを簡単に紹介していくと、北海道ですね。で、今持っているのが、ここ、海軍基地。あとは首都。それに、空軍基地とあるって、まずは、そうだな、どういう進行ルートをするかなんですけど、空軍をうまく使って戦っていくっていうことを前提に、これは空軍基地？レーダー基地だな。空軍の基地が欲しいので、ここの空軍基地の占領していこうかな。結構ね、システムが複雑回帰なんで、面倒なんですよね。ここまでどうやってたどり着くかだな。そしたら輸送艦を使って、いきなり上陸していく作戦でいきましょう。というわけで、まず作っていくのを、確認していきます。で、これ、持っている、今作れるものですね。で、資源っていう考え方はどうやらないんで、お金だけです。じゃあ見ていきましょう。駆逐艦とフリゲート艦とコルベット。まあ、第二次世界大戦だよね。大型艦で言えば戦艦だったり、巡洋戦艦、従順、軽順。さらに一番小型なもので駆逐艦とかがあったと思うんですけども、現代だとね、戦艦とか巡洋艦ってあんまり効かないというか、ほぼないですよね。まあ、駆逐艦はあったとしても多いのがフリゲート艦とかね、コルベット。あとはヘリ空母とかありますよね。ちょっとじゃあいくつか見ていきましょう。例えばじゃあフリゲート艦のアサギであれば兵器の詳細でこんな感じで出てきます。で、現代兵器疎いので今回どういう風にやっていくかというと、ウィキペディアさんね、ちょっと活用させていただいて、アサギ、フリゲート艦、キャンになっちゃったね。フリゲート艦みたいな形で入れて、確認をして覚えながら勉強しながらやっていこうと思うので、もう、この辺りの兵器詳しい人からするとね、まどろっこしい、邪魔くさいと思うかもしれないんですけど、まあ、できればですね、ここは、お付き合いをいただきたいな、というふうに思っています。
アサギ。うまく出てこないかな。軍艦。アサギ。いきなり出てこない。まあ、じゃあ、アサギリはいいとして、ハープーンについて調べましょう。武装ですね。で、ハープーンを調べると、こんな感じで、リキさんの方で出ていきます。ハープーンは、アメリカ合衆国のマクドネル・ダグラス社。もうこれ今で言うボーイングのことかな。で、対艦ミサイルになっています。ということで、アサギリは対艦ミサイルを武装として持っています。シースパローに関しては、なんだろう、対水ミサイルなのかな。ちょっとこれも、調べましょう。シースパロー。スパローっていうのが空対空ミサイルですよね。なので、シースパローは、艦対空ミサイルですね。だから船から、敵の航空機にミサイルをぶっ放します。アスロックって全然わからない。RUR5A。ちょっと見ましょうか。RUR5A。これはミサイルロケットの命名機。ロケット弾ってことだな。なるほど。特性攻撃直。まあ、こんな感じで調べながらちょっと今回はね、プレイの方させていただこうかなと思っています。で、もう一度作戦マップに戻ると、いきなり上陸して攻撃を仕掛けていこうという作戦なんで、揚陸艦を作っていきましょうか。で、揚陸艦の護衛として、フリゲート艦、アサギリ、2隻。で、揚陸艦オスミを、3隻。作ります。で、部隊の方はというと、歩兵は数が欲しいので、まあ、作るとして、歩兵。歩兵以外で言うと、戦車を作りましょうか。10式の戦車。違う。これは人ゼロ戦車って呼ばなきゃいけないのかな。自衛隊だとね、ちょっと確認していきましょう。10式戦車ある、ね、はい。一丸式戦車、そうだね。日本の主力戦車、陸上自衛隊が運用する国産戦車。第 3.5 世代主力戦車に分類されます。というふうに出てますね。で、一丸式戦車は、61式、74式、90式に次ぐ4代目となる最新国産主力戦車になっていますということで、生産三菱重工業がやっていると。これ見ると確かに一丸式が一番高いよ。じゃあ一丸式を作っていこう。で、最後に、空軍だ。空軍はどうする？ F-15J イーグル。これが、いわゆる戦闘機ですね。AAM。AAM は空対空ミサイルだよね。多分。そうだね。空対空ミサイル。AM3 も空対空ミサイル。射程と火力がちょっと違うのかな。F-15J イーグル。で、あとは戦闘機ファントムがあって、攻撃機で言うとライトニング。まず最初に欲しいのはただ、早期警戒機、ホークアイは欲しいな。ホークアイを生産しておこう。で、あとは輸送機も欲しいな。輸送機はちょっと中身、戦車が乗れるかどうかだよね。戦車が乗れない輸送機はあまり意味がないので、車両じゃなくて戦車が乗れる輸送機が欲しい。ないか。あとは攻撃兵、兵員輸送ヘリ。ブラックホークだったらオスプレイ、MV-22 ってこれオスプレイのことですよね。オスプレイを作って、あとは、まあ、イーグルをじゃあ作りますか？え、でもこれさ、イーグルが6000に対して、歩兵が200ってさ、値段的にちょっとどうなんだいって感じがするよ。これで一旦の生産フェーズが終了になります。
で収入が2500しかないという状態なので、歩兵を繰り出していって占領していきます。占領すればするほどお金が入ってくるという状態になりますね。じゃあ朝霧を出港させていきましょう。で、朝霧出港させると同時にホークアイを飛ばしておきます。後期警戒機でイーグルも飛ばす。これで一安心かな。樹式戦車は大隅に乗せましょう。あ、大隅に乗せられるのは2隻までか。大隅のスペックをちょっと見ておきたかったな。ちょっと後で見ましょうか。で、これで移動フェーズが完了ですね。で、また次で生産フェーズというのを順番にやっていくことになります。生産フェーズでは、次はそうだな、敵が迫ってくる場合に備えてパック3とかを配備しておきますか。パック3、生産パック3を配備したいので生産して、あとはそうだな、歩兵戦闘車、これを生産しておきましょう。で、何といってももう今の時代ね、航空機によるハイテク戦争になっているので、F2。さらに、給油機。いるかな。排水消火ヘリ。敵が潜水艦を作ってくるかっていうところだけど、まあ、一旦はこのままで行きましょう。お金も、そんなに余裕があるわけではないですからね。であれば、攻撃距離アパッチを作ろう。こんなところでいいですかね。で、生産フェーズが終わったらまた移動、部隊を移動させるフェーズということになります。上の方できっと緑の軍がカチカチ動いてんじゃないかなと思うんですけどね。ここはもう占領して収入を増やす。収入が増えれば一度に作れる兵器の数が増えますということになりますからね。そうか、歩兵もちょっと数用意しかないとダメだな。占領には歩兵が必要なんで、ところ敵と遭遇する気配はないかな。早期警戒機を飛ばしておいたので視界がだいぶクリアですね。パトリオットを出す。歩兵戦闘車は、歩兵戦闘車も残念ながら占領できないな。微妙だな。オスプレイ、ロン、アパッチ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 。そうなると欲しくなるのがヘリ空母が欲しいね。次のターンでヘリ空母と歩兵をもうちょっと数作りましょうか。ここでヘリ空母出雲生産いいのだろうか。金がだいぶ減ってしまった。ちょっと出雲せっかくなんで検索して確認しましょうか。ヘリ空母、出雲はでもあれですよね、軽空母に改装するって話になってますよね。
そうか、出雲型護衛艦っていう感じですよね、日本でいうとね。ただヘリコプター搭載護衛艦 DDH、 これはこの先護衛艦であるものの空母への改装がね決まっているというものになっていたと思います。この出雲をじゃあ作ろう。で、あとは歩兵だな。歩兵じゃないとおそらく今のところ占領ができなそうだからね。まあ死にゆく定めになる歩兵だとは思うんですけど、どっかでねしっかり補給できる基地を確保しておきたいので、特にヘリだったらね、新しく作ったヘリ空母でどうにでもなると思うんですけど、ヘリ空母にアパッチを乗せる。ちょっとね、出雲は何、1個しか乗せられない感じ。いや、アパホテルを選んでないよ。ちょっと今 OK Google って言ってないのにね、なんか喋り出しちゃいましたけど。これはもう電源を切らなきゃいけないな、こういういたずらをするならね。占領するんです。で、パック3は変形していつでも迎撃できるようにしておきます。で、こいつらはまだ大丈夫か？大丈夫は大丈夫だね。一旦この辺りで待機しておく。揚陸艦大隅は足がやっぱりフリゲート艦に比べると少し遅いかな。それはしょうがないね。オスプレイの数がちょっと足りないかなぁとね。戦闘攻撃機はちょっとまだ出せないなぁ。燃料がしょぼいからね。アパッチを飛ばすにもアパッチも乗れないから。まあ、ただ、ヒューが、出雲をうまく使って、交互に補給すれば、いけるかな。なので飛ばしましょう。アパッチ。これね、一番小さいマップでやってますけど、大きいマップでやると、頭おかしくなりそうですよね。生産では今何が欲しいかだな。バランスは悪くないもの、オスプレイがもうちょっとあってもいいのかな。いや、ちょっとお金がないので、このターンは生産を見送りましょう。ちょっとでもお金がないとね、生産できるものが減っていってしまうので、そういう意味で言うとオスプレイに歩兵をちょっと乗せて、オスプレイを上陸させて少し周りの占領を進めていきましょうか。大隅を
これで出航させる。じゃあオスプレイの方は部隊を積んだのでオスプレイも飛ばしましょう。これで今基地に残っているのが F2 と歩兵が3部隊ですね。では部隊を動かしていきます。これ以上先に進むのは危険なので一旦フリゲート艦を先行させる。で大隅ですね。大隅に乗ってるのは重式戦車だけか。そうなると占領がうまくできないんだな。ここにレーダー基地があって小都市があって小都市港空港この辺りを占領していきたいね。なのでもうちょっと前に出ましょう。燃料に不安が出てきたかな。アパッチも前線へ。でオスプレイはこのまま。オスプレイの数を増やさなきゃいけないのかな。そうするとね、今ここにアパッチがいてオスプレイは歩兵を2人乗せている。オスプレイを先行させなきゃいけなかったものの、オスプレイは攻撃能力を持っていないのでオスプレイを先行させるわけにはいかなかったということで OK かな。じゃあここはオスプレイを作っていこう。ちょっと待って、ただオスプレイって輸送能力があんまり高くないよな。もうちょっと輸送能力の高いものがいい。といってもオスプレイが一番輸送能力が高いわ。じゃあオスプレイだ。であとは輸送艦大隅を作って兵員輸送車89式の装甲戦闘車これを作っておきましょう。これで OK で生産フェーズ終わります。まあ、これを繰り返すってなるとこの規模だからできますけど、もうちょっと大きいマップ、多種多様な戦闘陣営入り乱れるってなるとちょっとね、この操作性この操作量だとね、ちょっと大戦略長くやるのは難しいかなと思うので、ぜひねシステムソフトアルファさんこの辺りの改善を真剣に考えていただきたいなと個人的には思います。じゃあオスプレイを下ろしていきたいので占領していきます。この辺りは金稼ぎのために歩兵を下ろしていく感じですね。でこの辺りに空軍の基地がここまで行かないとないかな。ってことはここまで行かないとオスプレイは落ちる。燃料切れでオスプレイサクッと落ちますからね。PAC-3 で一応弾道ミサイル対策はできているので OK かな。ちょっと待って、これは解散はしたくないよ。でここにいるオスプレイ、オスプレイをとにかく先行させないといけないからね。でさらに早期警戒機を前進する。わーっと敵がいる。ここにいるのは早期警戒機、もう発見されたと思っていいね。さらに偵察機、フェンサースーホイの 24MR っていうことかな。これは SU だと SU の 24MRフェンサー、スーホイの24ですね。やっぱり NATO コードネームはフェンサー、うん、
戦闘爆撃機なってるね。主力攻撃機となっている。偵察機っていう位置づけになってるけどね、ここで見ると。まあ、いずれにしても先制攻撃か。ちょっと待ってね、味方は、イーグルでしょ？後続は攻撃機を飛ばした方がいいよね。普通の攻撃機。ただ、ここにある、空港が取れるかって話があるからな。いや、ここは先に早期警戒機を撃ち落とそう。F15 J 海イーグルがメインステイを攻撃する。命中率36、当たるんだろうか。撃ち落とせてはいないな。あのアニメーションはカットしました。しょぼいので見るに耐えないというのもあって。よし、迎撃したね。何を使ったの？まだ弾数は切れてない。AM の4を使ったんだね。空対空ミサイルを一発撃ってる感じですね、イメージ的に。これで、半島、カムチャック半島の敵を排除した。という状態かな。では、時間を生産フェーズに移します。生産フェーズで何を生産したいかだな。まずは、そうだな、生産フェーズ今何が欲しいか。ヘリ空母、金はいくらある。そもそも金を見極めないといけない。金を見ましょう。全ては金だ。いや、ここは一旦見送ろう。今欲しいものが明確になってないときは一旦見送りましょう。欲しいものがあるときに買えなくなる可能性ありますからね。では大陸側の方は確実に敵のというか誰も占領していないところを占領地として確保していくために動いていきます。でこっちは、早期警戒機まだ動けるのでさらに前進で、オスプレイを出す。で、オスプレイ、ちょっと待って、アパッチじゃねえか、こっちは。俺が動かしたかったのはオスプレイだ。オスプレイから、歩兵を。まずは占領。これで空港に先行した航空機を降ろせるので、一安心かな。港も取りましたね。 OK だ、順調だね。あとは都市も支配していきましょう。で、フリゲート艦朝霧、まだまだ動ける距離はあるね。敵の展開を見るとまだ全然見えないな。ただ同盟軍はこんなにも部隊を展開してくれてる。なんと心強い。あと追いましょう。陸軍で大隅が足が本当にとろいわ。で、オスプレイに、歩兵を乗せていきます。歩兵戦闘車には乗れないな。うん、歩兵戦闘車はオスプレイには乗れないですね。
結構ね、バグも多いらしくて、まだ落ちたことはないんですけど、結構ね、落ちるみたいですね。ちょいちょい。ゲーム自体が。そしたら、普通の前線基地に移動していきましょう。前線に航空基地を確保したので。この規模だからできるけど、本当に何度も言うんですけど、普通には無理だこれっていう気がしてならないですね。歩兵戦闘車を飛ばしたい、動かしたいので、ここは揚陸艦大隅を作ろう。で、港と空港と都市と支配したら、一度空港に、機体を下ろして燃料を補給しましょう。燃料が切れると普通に墜落しましたっていう悲しい状態になるのが、この大戦略の差で、何の警告もなく墜落しました。なるほど。お、グリーン陣営が攻撃を仕掛けてる。では、手はず通りですね。都市の占領と、進めていきましょう。で、一度、オスプレイは落ちる前に、入ってもらう。アパッチももう落ちるからね。隅とかもうちょっと足が速いといいんだけどな。ヘリ空母出雲はさすがに燃料は多いね。で、普通は一度入ってもらう。で、大隅さんは鈍足なんで、のんびり来てもらいましょうか。で、こっちのオスプレイももうのんびりしてると落ちちゃうからね。では兵員戦闘車を大隅に乗せて大隅出港。で、あとは、この辺りも一度。うわ、パンパンだわ。しょうがない。普通の空港は軍港と違って4つまでしか格納不可能ですね。次のターンで入ってもらえばいいかな。じゃあ、時間を進めます。生産フェーズはスキップ。これを大規模なマップでやってくれと言われても、ちょっとできませんとしか言えないからな。もうちょっと操作性のね、向上、UI、効率性、バランスを取ってもらえると、なんかかなり面白いゲームになるかなと。じゃあ、アパッチを、いやー、エクスイーグルを。ちょっと難しいな。敵がこんだけ展開してるとなるとね。とりあえず、一度燃料を補給したら、上がってもらわなきゃいけないかな。そうだね。ここは、攻撃に転じよう。
MI35 ハインド。 MI35 ってミーブのことじゃないかな。なんだろう、 MI35 ちょっと確認しましょう。ミードバッツァーチ・チトゥルーエっていう攻撃ヘリコプターですね。じゃあこれを、うわ、それなりに数が残るな。ここは仕留めておく。ものすごく戦闘画面はしょぼいので、こんな感じで飛ばしていきます。 K52 アリガートル、あ、これも攻撃ヘリですね。で、早期警戒機はまだ飛べる、ギリギリまで飛んでもらおう。で、ここはもう飛べないな。イーグルを出してとどめを刺す。残ったか、しょうがないね。で、アパッチを飛ばしておきましょう。で、オスプレイも一旦出します。で、空いたところに航続機を着艦させる。ブリゲート艦とかも一度入ってもらって、軍港にここで降ろせる。ここで重式戦車降ろせないよね。軍港に入らないと降ろせないよねっていう確認でした。で、オスプレイがこのままだと落ちそうだな。間に合うのか。いやー、もうちょっとあれだね、飛行機の数が必要だね。陸軍の基地がここにあって、できれば飛行場が欲しいな。もうちょっと前線に飛行場が。うわ、すごい数の軍艦が展開してるな。これは厳しいぞ。そしたら航空機を作っていきましょうか。今欲しいのは航空機だというのがはっきりしましたからね。そしたら、F35 エライトン、これを作る。で、陸軍の基地をここで確保すれば、あとはね、生産を陸軍の基地に変えていきましょう。うわ、イーグルがガンガン攻撃されてるな。ネウストラシウム、クリバック3だ。イーグルが撃墜された。っていう感じの繰り返しになりそうですね。一筋縄ではいかないね、この小さいマップであったとしても。ただグリーンの方がかなりの数の軍を送り込んできてくれてるので、まあ、その点はね、見ていて安心かなとは思います。まあ、何もしなくても勝てそうだけど、一応ね、操作性と兵器の勉強のためにゴリゴリ押し進めていくっていう感じですかね。では移動フェーズになりますが、一度傷ついた人たちを戻してあげたいので F2 を出して、どうしようかな。敵のこれは何、潜水艦か。潜水艦か。潜水艦にフリゲート艦か。ちょっと待ってね。そうすると、今ここにオスプレイが入っているんだったら、オスプレイは一旦上げた方がいいよ。ここは
アパッチ。対象回帰、早期回帰は一度、次のターンで戻してあげた方がいいよね。ああ、山は越えられないんだな、ヘリは。まあ、しょうがないね。戦利は進めます。で、オスプレイは、人は乗ってない状態だな。であれば、一度、着艦する。警察車は、ぶっ壊しちゃおう。残るか。ないかな。であれば空軍基地に戻って補給しましょう。でオスプレイは上げる。で朝霧フリゲート艦を敵の迎撃に出しましょう。これで大隅から十式戦車が出せるよね。戦車を道沿いに進めていこう。で天候には大隅が残ってる状態だ。まあ、一度ちょっと出すしかないな。後続の大隅を着艦させてあげたいからね。接岸させてあげたい。で、ライトニングが出せるけど、どうなんだろうな。空港の余力がないからね。こっちはこっちで、オスプレイが落ちる前に、空港占領が間に合ったね。危なかったね。ここの空軍基地は一刻も早く回収したいからね。という感じでね、ちょっと長くなっちゃいましたんで、一旦ここまでにさせていただきたいと思いますけども、こんな感じでプレイの方をね、やっていきたいと思いますので、まあ、勉強しながらということで、時々ウィキペディアを参照しながらになるんですけども、今回はまあこういう感じでプレイしますっていう紹介させていただきました。まあ、次回からはね、もうちょっと本格的なマップでしっかりプレイの方をやっていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いします。あと、現代兵器のシミュレーションゲームで、日本語のものこんなのあるよ、あればね、動画、もしくはチャンネルのコメント欄、もしくはツイッターの方まで、僕にお寄せいただければ嬉しいなと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。